はい、どうも、じゅんいちです。今回はですね、ワードプレスのテーマ、シールバージョン1.5でですね、このような、ランディングページですね、ランディングページを作る方法というのを解説していきます。はい、このランディングページ機能なんですけども、ワードプレステーマシールの固定ページと、あとはショートコード、こちらを組み合わせることによって、集客用ですよね、何かを販売したり、何か申し込みを促したりするようなページが、今風の、このように横にズドンと大きい、広い、フルワイドのページが作ることができます。今回はですね、その基本的な方法ですね、全部この通りにというよりも、これを作るための基礎的な操作ですね、覚えてもらいたいなと思います。はい。では、まずダッシュボードに行きましょう。ダッシュボードから固定ページ、新規追加といきます。はい。ランディングページなんですけども、タイトル、何か入れていただいても構いませんけども、実際、サイト上、公開画面上には出てきません。はい。例えば、入れて、プレビューを、ごめんなさい。デフォルトペ、あ、ごめんなさい。テンプレートをですね。ごめんなさい。こちら忘れずに、テンプレート、デフォルトテンプレートからランディングページにしてください。はい。で、これ保存しますね、一旦。はい。で、パーマリンクも変えておきましょう。例えば LP と。これでプレビューをしてあげるとですね、先ほど入れたタイトル、が出てきません。で、これはですね、もうこういう仕様です。記事のタイトルっていうのが、ランディングページには出ないようになっています。はい。ですので、本文に書いていただいたものしか、ランディングページは出てきません。はい。で、フルワイドの、ランディングページを使うときには、はい。ショートコード。このあたりをフル活用していきます。はい。例えば、フルワイド画像コンテンツですね。これで、例えば、画像が動かないパターン。こちらをまずコピーしてみてください。フルワイド画像コンテンツ。これをコピーしていただいて、もちろん、アドクイックタグに登録している方は、アドクイックタグから出してもらっても構いません。これを、貼る前に、ごめんなさい、貼る前にテキストとしてペーストにしておいて、貼ります。はい。で、ここに画像の URL を入力っていうところですね。これをちょっと消してあげて、メディアを追加から、これできるだけに横幅が2000以上ある画像を選んでください。これの URL をコピーしますと。で、ペケを押して、はい、バックイメージの後のこのちょん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 の間に貼り付けます。で、貼り付けて画像になってしまうとうまくいかないので、取り消しを押してあげて、画像の URL に戻してください。はい。画像として出てしまったらダメなので、文字、この URL の文字になっている状態にしてください。で、このハイト、高さのイコール数字のところですね。こちらを例えば、600とかにしてみてください。で、ここに画像の上に載せたい文字やボタンなどって書いてあるんですが、ここに例えば、これは商品の販売ページですと。やってあげて、これを一旦プレビューしてみましょう。プレビュー。そうすると、はい。先ほど入れた画像が、高さが600ピクセル分。600ピクセル。ちょっとどれくらいかって、口頭で説明するの難しいんですけども、一旦画面を見ていただいて、これくらいが600ピクセルかというのは確認してもらえたらなと思います。で、ここに、ちょっと文字が見にくいんですけど、これは商品の販売ページですと載ってるのがわかると思います。はい。このような感じで、いわゆるこういうね、画像の上に文字とか、さらにこれも画像です。とかボタンを載せることもできます。ちょっとやってみましょう。はい。ちょっとこれ先ほどの文字が見にくかったので、文字を太字にして、フォントサイズを大きくして、テキストの色を白くします。はい。白くします。で、次に、ボタンのショートコードを入れてあげましょう。ボタン。例えば、申し込みボタンとかね。
で、申し込みボタンのところに、ショートコードのリンクを貼ってあげると。https://なんとかなんとかってね、貼ります。あとは、何か画像があるとしたら画像ですね。画像を挿入と。ちょっとでかいので、こうちっちゃくしましょうか。はい。これでプレビューとしてあげると、どうなるかというと、はい、こんな感じで出てきます。はい。だから、あとはポジションとかね、その辺はまたショートコードの使い方見ながら、まあ、ボタンを左寄せにしたりとか、まあ、文字を中央寄せとか、画像を中央寄せとかにしてあげて、まあ、ええ感じに、まあ、整えてあげるといいかなと思います。で、次ですね。はい。まあ、例えば、この画像じゃなくて、無色というか、まあ、真っ白とか、この水色とか、青とか、オレンジとか、こういうね、一色で背景をズドンと横に、ドーンとブロックを並べるという方法ですね。こちらをやります。はい、これじゃあちょっと開業してあげて、今度使うショートコードなんですが、はい、これ、LP フルワイドブロックというやつを使います。これをまた3行分これコピーして、貼る前に必ずこのテキストとしてペーストが押されている状態で貼ります。もちろんショートコードに入っていればそこからボンと出してもらえれば OK です。はい。そうするとこの LP ワイド2からイコールなんとかとスラッシュ LP ワイド2で囲まれたものが出てきます。はい。例えばこうしてあげると、こうシャープ FFFFF というのは色のコードです。これ、まあ、真っ白の色のコードなんで、横にズドンと真っ白のブロックができるという意味です。なので、例えばこれは真っ白な、フルワイドブロックと。まあ、これを一旦プレビューで見てみます。そうすると、はい、このように、ちょっと白なんで分かりにくいと思うんですけど、このようにズドーンと。ゾーンと横に広く真っ白なフルワイドブロックができました。で、あとはですね、この同じくこの文をですね、コピーして貼ってあげて、このカラーコードと呼ばれる文、シャープから始まるカラーコード、これをですね、好きなものに変えてあげると、色が自由に、まあ、オレンジとか青とか赤とか何でもできます。で、色のコードなんですが、検索をすればですね、まあ、いろんなサイトが出てきます。色コードと、ね、検索してあげると、いろんなサイトが出てきます。で、例えば、ウェブ色見本とやってあげて、はい。まあ、例えばですよ、このイエローのシャープ FFF00。はい、FFF00。これをですね、FFF00 でしたね。FFF00。はい。で、これを多分、プレビューすると黄色くなるはずです。バンと。はい。こんな感じで、なんか単色のカラーのブロックがいくつも作ることができますと。もう一個やってみましょうか。はい、これをコピーして、貼って、ここの色を、今度はじゃあピンクにしましょう。ホットピンク。FF69B4。FF69B4。もちろんこれコピーしていいですよ。FF69B4。コピーして、ここに貼ります。で、プレビューと。そうするとピンクのブロックが増えるはず。はい、こんな感じ。はい、こんな感じでできます。はい。あとは、まあ、もう本当に組み合わせです。ね。これ全部組み合わせ作ってます。はい。画像の上に文字を乗っけたりとか、はい。ブロックの上に画像を載せたりとか。もう、あとは、ショートコードの組み合わせで、こういう、ランディングページ、まあ、申し込みページ、販売ページっていうのを作ることができますと。はい。ということで、今回のですね、ワードプレステーマ、シール 1.5 を使って、ランディングページを作る方法を解説しました。以上です。